昔六本木ヒルズっていう東京のある、ね、有名な場所でファイナルファンタジー出会いと別れの展覧会っていうのがあって、さまざまな展示がされていて1から、ね、最新作の15までの名シーンが入り口で iPhone を借りてでヘッドホンをして FF1 だったら1の展示物の近く行くとナレーターの方がそうやってね聞けるっていうすごい楽しいあったんですよ。これで一回だいたいああいうのって入ると中は一応自由には歩けるんですけど、みんな1から順番に行くじゃん。並んでる段階からだいたいこの人と前後同じやなみたいな空気感でこう進んでいくわけよ。で俺は1から6が大好きでしょ、ファイナルファンタジーで、すごい楽しみにしてて行ってたのね。これでさ1から6のところヘッドホンしてすごい楽しみにこうやっていろいろナレーションの人来て感動しながら友達と行ったんですけど、むちゃくちゃいいなーっていう感じでやってたの。いやー今度 FF2 や、ミンはね起業の死を遂げましたとかすごいいいなっていう、もう俺らの後ろや、もう女4人5人組かな。あーちょっと、すごいすごい FF すごいよ。でもさ私さもう1から9全然興味ないんだよね、早く行こう早く、どしなこいつ、もう今俺はミーウと感動しとんねん、行こう行こう、うん、でもさゆっこそのゆっこいうやつがうるさいねん。でもさゆっこ一応1も2も見ようよ、うん分かった、じゃあしょうがないで見ていく、ね、後ろでやって、何このヨーゼフってハゲウケるとか、もううるせえのユッコ。ここで3行ったら3でもうデッシュとか好きやから、デッシュ炎の中落ちてウケるとまたこのクソブスがうるせえやで、もヘッドホンしとってもまあまあピービーで、4行ったら4でなんかうわーカインがまた2回目闇落ちしてウケるとか言って、まあそれは俺もウケるなと思いながらそういうの言ったやん。ほいでずっと行ったらやね、もう FF10 のとこや、10。わしは10がまだ未プレイやったから、みんなにね、名作やって聞いとったから、10が楽しみやったのよ。どういう風なんやろうな、FF10 って名作で、ね、ファンの皆様や視聴者の皆さん、ドグナマでやってくださいっていうのが多いから楽しみや。そしたら、やったことない人間にしてもね、もう感動的なこう展示物があったり、10のとこだけちょっと広いのよ、やっぱ、スペースが。でっかいスクリーンがあって特別に映画館みたいになってて、ちょっとしたほいでもういろんなシーンをやるわけですよ、まあ、ネタバレももちろんあるんですけど、あこういうもんなんや感動するわと思ったら、後ろからまたその軍団が出てきて、悲しい悲しい、ジェクトがああなってラスボスで死んだなってすごい悲しい、主人公がああなってこうなってなんてすごい、もう死んでもらって悲しい、最後死んでもらってからボコボコってバカってなるけどすごい悲しい全部言うやん、しかもうるせえしこのクソブス、むちゃくちゃ腹立ってもううっとうしいでもうこいつらと別にしようと思って、で11位行って12位行って13位行って14位行って15位行って時間を置いてからで戻ったので戻ったらねいなくて、そいつらが、あよかったもう一回ゆっくり見ようと思ってもう一回ちゃんとヘッドホンを深くしてもう一回しっかり見とった、でしっかり見とったら遠くの方からあやっぱり天がいい、悲しい悲しい、死んでもらって悲しいあいつらも一周してまた戻ってきとんねん、もううっとうし、悲しい悲しい、もううるせえうるさいわアホって出てきた俺もあれ以来本当に申し訳ない、みんなには申し訳ないんですけど、やっぱね FF10 のねファンの方のねごくごく一部ないしゆっこ、あれは僕は敵対視してますね、あれね。